ラープムウーブタ肉のラープラープは肉類を使ったラオス、タイのサラダの一種。鶏、牛、豚、アヒル、ナナメントリが一般的だが魚が使われることもある。魚醤とライムで味付けられる。生、あるいは加熱したひき肉を唐辛子、ミントや野菜類と混ぜ合わせる。アラくヒいたリゴメも重要である。これを常温でもち米と共に食べる。ポピュラーなメニューは ヌアナムトックで、ひき肉ではなく薄くスライスした牛肉を使用する。ラープは、ラオスの代表的な料理で、ラオス料理の影響を強く受けた台北東部でも、一般的である。ラオスやタイのレストランではこの肉サラダは、非常にポピュラーである。台北部には、ライムと魚醤の代わりに、他の調味料を使用するバリエーションもある。ラーププラーは、 魚のひき肉とスパイスをあえたものである。また、ルーと呼ばれるラープは、生の牛肉に、血、内臓とスパイスを混ぜたもので、ビールや、ラオカオと呼ばれるドブロクと共に供される。ありがとうございます。